農作物を収穫する風景。16世紀の油彩画機会による綿の収穫観光客などに収穫の体験をさせる施設も存在する。画像は浜松市フルーツパークにおける果物の収穫体験の模様収穫とは成熟した農作物を収集すること。一般的には農作物に使う言葉だが漁業や林業でも稀に使われる。類似の言葉に 借り入れがあり、こちらは、穀物の収穫に使われる。収穫期には次の作物を扱うための農地の整理や、掃除、生産された作物の販売などのサイクルが含まれる。作物の生育の一周期の終わりを示すので、農販期の終わりを示す指標となることもある。収穫を行う時期は、非常に大切であり、作物のちょうど良い成熟の程度を慎重に考えて、行われる。 その年の気候天候によって収穫の時期が変わることも稀ではない。早期に収穫すればそれだけ天候の影響を避け農産物の痛みを避けることができるが生産量や品質は劣り、収穫を遅らせれば大きく栄養価の高い農産品が出来上がるが天候の影響を受けやすくなり過度に遅れると痛んでしまう。小規模農家では収穫は 半武器で一番労働力がかかる季節であり、大規模農家では労働力代わりの機械を使うため一番費用がかかる。古くから行われてきたものであるため、土着信仰の行事や収穫祭などの文化や慣習が残っていることも多い。ありがとうございます。